アップルパブリックソースライセンスはオープンソースライセンスとフリーソフトウェアライセンスの2つの性格を有するライセンスである。アップルのダーウィンはこのフリーソフトウェアライセンスの下に公開されている。両ライセンスはボランティアで管理されており、ダーウィンの多くを作り出したコミュニティと深い関係にある。アップルパブリックソースライセンスのバージョン1.0はオープンソースイニシアティブにより承認された。 2003年7月29日に公開されたバージョン2.0はフリーソフトウェア財団のガイドラインに則っ,って作成され OSI に承認された。FSF は Apple Public Source License 2.0をフリーソフトウェアライセンスとして承認したが、それが GNU General Public License と互換性がないこと。 またその下で作成されたソフトウェアが全くのプロプライエタリーソフトウェアに転用可能であるためコピーレフトライセンスでないことを理由としすでにそのライセンス下にあるソフトウェアプロジェクトを除いて開発者たちにアップするの下でソフトウェアを開発しないよう進めている。ボンジュールジロカーンフスタックなどアップルの多くのソフトウェアはより自由で論争の少ないアパッチライセンス化に移転されている。 ところである。Apple Public Source License.The Big DFSG Compatible Licenses Devian Project 2009年7月6日閲覧。AB Apple Public Source License Ver.2X Various Licenses and Comments About Zem Free Software Foundation 2009年7月6日閲覧。KISF Web Site ありがとうございます。